今日は手軽にパワーアップスのデータベースとして使えるマイクロソフトリストをシェアポイントリストと比較してご紹介します。<music> こんにちは。リン・シ s マ・ブラッ b ベ a c のマイクネガミです。業務改善コンサルをしています。皆さん、マイクロソフトリストってご存知ですか その中身はシェアポイントリストと同じなのですがパワーアップスなどのアプリのデータベースとして使う場合このマイクロソフトリストの方が手軽に使えてすごく便利なのです今回はシェアポイントリストとどう違うのかと便利な使い方をご紹介しますもしマイクロソフト365をお使いであればそのアカウントのホームからいつでも使えます これが Microsoft ト,トのトップページですがよく Excel ファイルを共有フォルダや OneDrive に保存してみんなでデータを書き込んでそれをデータベースとして使いますよねそのような働きをこの Microsoft ト,トでできるのです上の新しいリストをクリックして Microsoft リストにはたくさんのテンプレートが用意されていてそこからすぐに使い始めることができます 一つ選んでみましょう。ご覧のように中身はシェアポイントリストそのものなのです。次の章で詳しく通常のシェアポイントリストとの違いをご紹介しますが、一番大きな違いは、シェアポイントリストは必ずシェアポイントサイトと一緒に存在しますが、このマイクロソフトリストのリストは単体で存在します。 もしサイトを使わずにパワーアップスのデータベースとしてだけに使うのであれば、このマイクロソフトリストが手軽に使えるのです。次に他のデータベースとの比較ですが、マイクロソフト365プラットフォームで追加料金なしで使えるものと比較します。 一つは Microsoft Teams からの SharePoint リストで Teams でチームを作成すると自動で SharePoint サイトが作成されそのサイト内で作った SharePoint リストのことです次が SharePoint サイトからの SharePoint サイトリストで Microsoft アカウントのトップページから SharePoint のホームで Teams からは独立させて SharePoint サイトを作成してそこから SharePoint リストを作成できます そして最後に今回紹介した Microsoft Lists のリストです。この3つの長所と短所を比べてどう使い分けたらいいかを考えてみましょう。この他に Dataverse for Teams も追加料金なしで使えますが、今回は割愛します。Microsoft Teams からのシェアポイントリストでは、ユーザーのアクセス権が Teams のチームの参加メンバーと連動するので、ユーザーのアクセス管理が楽です。 その他の長所は作ったアプリを Teams 内に貼り付けられるのでユーザーの利便性を上げられます。しかしこれには一つセキュリティの問題があります。もうご存知な方もいるかもしれませんが、チームの画面から上部のファイルタブ、そしてこの点々点からシェアポイントで開くをクリックすると、そのシェアポイントサイトが開いて、 左のペイン内のサイトコンテンツから作ったシェアポイントリストの一覧が表示されてアプリのデータベースに簡単に到達できてしまいますアプリ開発中はこの機能は便利なのですがもしアプリユーザーがこの方法を知っていれば誰でもデータベースに到達できてしかも編集権限があるのでマニュアルで直接編集ができてしまうのですこれだと漏洩のリスクとデータの改ざんリスクがあるのです ですから、短所としてシェアポイントリストに直接到達できてしまうということです。次にシェアポイントサイトからのシェアポイントリストを考えてみましょう。ユーザー数が多くてシェアポイントサイトを掲示板として使うときはこの方法は便利です。しかし、シェアポイントサイトを開くと、サイトコンテンツが見えて先ほどのシェアポイントリストに直接到達できてしまうという問題が残ってしまいます。 そしてユーザーのアクセス管理はこのシェアポイントサイトでやる必要もありますもし純粋にパワーアップスのデータベースとして使うだけで Teams の機能やシェアポイントサイトの機能がいらないという場合は今回の Microsoft l が最適で先ほどのセキュリティムの問題も解決できるのです実際にそのような場合がほとんどではないでしょうかこの Microsoft l のセキュリティの状況を考えてみましょう まず作ったリストはアプリにつなげるだけなので URL を渡さない限りユーザーはリストに到達できません。後でお見せしますが Microsoft List のリストは社内の全員に共有する設定にできます。そしてユーザーのアクセス管理は Power Apps の共有機能だけで管理すると楽なのです。 もし機密性が高いデータを扱うアプリの時は URL が万が一流出してもデータを守ることができるように個別に制限をかけた方が良いでしょう。短所はこのサービスは比較的新しいためか多少使い勝手が悪い時もあります。次に実際に Microsoft Lists の作成をお見せします。これは Microsoft Lists トのトップページです。上の新しいリストをクリックして ここでは空白のリストをクリックします。任意のリスト名を入れて、その下に保存先とありますね。規定ではマイリストです。その他の選択肢は全てご自分が作った、もしくはアクセス権のあるシェアポイントサイトです。 他のサイトを使ってリストのカテゴリー分けをしたいところですがもしそのサイトが Teams のチームで自動作成されたサイトならそのチームから簡単にそのリストに到達できてしまいますですから基本的に規定のマイリストに保存しましょうここから先は SharePoint サイトと全く同じで同じように使えます 最後にこのリストへのアクセス権の共有について見てみましょう。画面右上の設定アイコンからリストの設定を選んでこのリストに対する権限の上で右クリックして新しいタブで開くのをお勧めします。このアクセスする許可の付与から この検索ボックスでご自分の会社名などのドメイン名をタイプすればメンバーズとか everyone except external users などの選択肢が出てきますのでそれを選びますするとそれで社内のユーザーは全員このリストにアクセスできるようになりますこの URL をシェアしない限りこのリストへは到達できません もし機密性の高いデータを使う場合は煩雑になりますが、この選択肢を使わずに個々のユーザーへの共有作業をした方がいいでしょう。その辺は会社で相談して判断してください。このマイクロソフトリストはとても手軽に使えるので、僕は最近のアプリ開発では全てこれをデータベースとして使っています。皆さんも一回使ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。 この動画が良かったら下のいいねボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。また関連ビデオをクリックしてご覧になってみてください。それでは。